ハネジネズミは、ハネジネズミ目、ハネジネズミ科に属する、哺乳類の総称。ハネジネズミ科は、以前は食中目に分類されていたが、最近の分類では、独立した目とされることが多い。原生は一目一化。木目名は、学名の直訳は長脚目だが、ハネジネズミ目とも呼ばれる。長く伸びた鼻と大きな目、長脚に適した長い後足を持つ、ネズミに似た。 昆虫食の動物である。英語ではその長い鼻からエレファントシュルーと呼ばれる。また、一部の学者は、系統が遠いことが判明したトガリネズミとの混同を、酒、戦技と呼んでいる。体調と比べて、長い足を持ち、いずれも、四足歩行をする。鼻の長さは種によって様々で、食物を探すために、いろいろな方向に曲げることができる。 通常は昆虫など小さな虫を食料としており、甲虫、蜘蛛、ミミズ、アリ、シロアリなどを地面に落ちた葉の中から探して捕食する。木の果実や緑の木の葉を食料とすることもある。天狗ハネジネズミダネはバンディクートのように地面に穴を掘る。南アフリカの幅広い地域に生息しており、ナミブ砂漠の巨石が地面にむき出しになっている地域から、 南アフリカの森林地帯までどのような環境でも見ることができる。北アフリカハネジネズミの一種のみがアフリカ北西部の乾燥地帯や山岳部に生息している。ほとんどは中高生だが活発に活動するため観察するのは難しく通常見ることはほとんどない。注意深く機体が巧みで素早く移動することで危険を避ける。いくつかの種は 茂みの中に一連の道を作り、一生をその道の中だけで過ごすものもある。また、何かあった時には、この通路を逃げ道として使用する。このグループの起源については、ほとんどはっきりとした情報がなく、系統関係がはっきりしなかったために、羽地ネズミ類は様々に分類されてきた。食中目のハリネズミ科に分類されたり、 トガリネズミの一種と考えられたり、ウサギ目として分類されていたこともあった。比較的最近まで、モグラ目に分類されていた。メスの個体が妊娠しないと出血による月経が起こること。モグラ目の他の動物に比べて視覚がやや発達していることで、その中でも霊長目につながる動物ではないかと思われたこともあった。しかし、 最近になって、ハネジネズミは一つの目として認識されるようになり、さらに分子系統学的な研究から、アフリカ系モノウアメという分類群に位置付けられるようになった。同じアフリカ獣類の仲間としては、ハイラックス、カイギュウ、テンレック、キンモグラ、ツチブタ、そしてゾウが挙げられる。ハネジネズミ目の最も古い化石は5000万年ほど、昔、死神世の初め頃のものが知られている。 全身魚には化石記録がないが、中身魚になって、やや繁栄し、6つの赤に分かれ、小型化しつつ、尖りネズミのように、昆虫色と幅広い装飾の動物となった。後身魚に入り、二科が絶滅している。絶滅した属としては、ミロミガーレなどが挙げられる。2008年、タンザニアで新種が発見された。また2020年には、 約50年間目撃例が途絶えていたため、絶滅したと考えられていたソマリハネジネズミが確認されている。ありがとうございます。